こちらは日本時間の午後4時前、鈴木議員がホテルを出た際の映像です。ロシア外務省によりますと、鈴木議員は2日、アジア太平洋地域を担当するルデンコ外務次官と会談しました。ルデンコ次官は、ロシアに対する日本の制裁について触れ、数十年にわたる国家間協力の積み重ねが、西側の反ロシア路線によって意図的に破壊されつつあると批判しました。鈴木議員は、安全保障に関するロシア側のアプローチと日露関係について触れたということです。鈴木議員は、日本時間の今夜7時に取材に応じると答えました。